室町文化。室町文化とは、足利市によって、京都に室町幕府が開かれた時代の日本の文化。南北朝文化の後、三大将軍、足利義満の時代に北山文化が栄え、ついで八大将軍、足利義政の時代に東山文化として成熟した。戦国時代にはさらに文化の民衆化と地方普及が進んだ。講義には、 南北朝文化を含むことがある。室町時代は、武家が公家を圧倒し、政治にも大きく成長を遂げていった時である。西意大将軍足利氏を中心に有力信号をはじめとする上層武士が京都に多く居住し、伝統的な公家文化と盛んに接触し、また海外との交易によって、全州をはじめとする大陸文化が伝えられると、武家はその影響を受けながらも、 自らの力強さ、簡潔さと、公家文化の伝統美を融合させ、新しい武家文化を開花させた。一方、庶民の社会的地位が高まり、商工業の発展に伴って、町州や農民が文化の担い手として登場したことから、文化の面でも幅広い交流が進み、庶民性や地方的特色が一層強まった。庶民文芸の発展や鎌倉新仏教の地方への 広まりなどはその現れである。猿楽、狂言、レンガなどは、都市、農村問わず愛好され、喫茶の風習も、茶の湯として広がった。これらはいずれも多かれ少なかれ段々的な、あるいは、一味同心的な性格を持つ、芸能、芸道であったが、当時の武士の日常に対応したものであり、層における庶民の日々の生活、さらに都市民の生活にも合致したものであった。 室町文化の流れには二つの頂点がある。十四世紀末に後期した北山文化と十五世紀末に起こった東山文化がそれであり、武家が政治、経済のみならず文化の面でも時代を代表する存在となったことをしている。さらに、室町文化は十六世紀中央に少書院座敷を中心に発展した天文文化へと続いた。これらとの流行の最先端の文物は、 戦国時代に広く地方へと普及していき、多くの小京都が生まれた。こうして、やがて国民文化として発展していくこととなった。大陸文化と日本文化、公家文化と武家文化など諸文化の融合が大いに進展するなど活気に満ちてはいるが一方では、そやな側面を持つ足利義満の時期の文化である。 三大将軍義満は、京都の北山に壮麗な山荘を作ったが、そこに建てられた金閣の建築様式が、伝統的な神殿造り風と、禅宗寺院における禅宗様を設中したものであり、時代の特徴をよく表しているので、この時代の文化を北山文化と呼んでいる。禅の精神に基づく簡素さ、古壇の味わいと、伝統文化における風が有限。 詫びを精神的基調とする、足利義政の時期の文化である。北山文化で開花した室町時代の文化は、その芸術性が生活文化の中に取り込まれ、新しい独自の文化として根付いていった。八大将軍義政は、応仁の乱を京都の東山に山荘を作り、そこに祖父義満に習って銀閣を建てた。この時期の文化は、 東山山層に象徴されるところから東山文化と呼ばれる。応人の乱を契機として地域が自立性を強め、それにつれて地方の所領からの収入が途絶えて困窮する京都の区下や僧侶の中には戦乱で荒廃する京都を離れ繁栄する地方都市へ下り、その地の大名や国人に頼る者が現れた。その中には、 関白一条共謀が下領であった。土佐国果た現在の高知県四万都市に下校して、子孫が土佐一条氏として戦国大名化したという例もある。共謀の父で、東大随一の文化人一条金吉もなら、続いて、美濃に下校している。一方、商工業の発展や豪村制の成立に伴って、都市の商工業者、町衆や農民の間にも、 新しい文化が生まれていった。戦国大名の中で特に学芸に関心の高かったのは、越前の朝倉市、駿河の今川氏、須王の大内氏などであった。大内氏の場合は、観合貿易による富や大陸文化の摂取もあって、城下町の山口には、画層摂取をはじめ、多くの僧侶、学者、公家が集まり、大内藩と呼ばれる出版事業も行われた。 大内文化。レンガは、武家の間で盛んに行われ、葬儀のように九州から東北まで、諸国を巡ったレンガ史もいたが、こうしたレンガ史の地方変歴は、大名、星、庶民への文化の伝播の上に、大きな役割を果たした。儒学も、大名たちにとって必要な学問と認識され始め、慶安玄樹は民から帰国した後、九州を巡歴して、 日後の菊池氏や薩摩の島津氏に招かれて講義し、後に薩南学派を開いた。土佐でも南村梅賢が朱子学を講じて南学の祖と言われ、北陸地方でも清原信方が能登の畠山氏、若狭の武田氏、越前は朝倉氏などの諸大名の下で儒学を講じている。一方、東国では上杉憲りが下屋国足利に、 足利学校の蔵書を充実させて再興し、全国の僧侶や武士が学問を学ぶために集まるようになった。足利学校に対しては、後には小田原のご法上詩も保護を加えており、日本にキリスト教を伝えたイエズス会の宣教師、フランシスコザビエルは、日本国中最も大にして、最も有名なバンドの赤身、バンドの大学と記している。 関思想の万里周句は、応仁の乱で、美濃に下校した後、大田道館の招きで、江戸に向かい、関東一円越後、飛騨などを遍歴した。前景雪舟は、出羽山形の立石寺を訪れている。この時代は、地方の国人衆や土豪層においても、所領経営のためには、読み書き、計算などが必要と考えられるようになった時代でも、あった。農民が書いた。 土地証門などの数も次第に増加し、文字が庶民層にまで広く普及するようになった。定金往来や御成敗式目、実の教は、武士の指定教育における教科書として寺院など広く用いられていた。万、ま、頭や掃除による色はびきの国語辞典、節用集、また、堺の商人、医師であった、浅井の総偶意によって、民番の遺書、遺書大全が、 翻訳、刊行されたのも戦国期であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。